インフルエンザの全国の患者報告数は23.93人で5週連続で増加しています厚労省は高い状態が続いているとして感染対策を呼びかけています厚生労働省によりますと5日から11日までの1週間に報告されたインフルエンザの1定点医療機関あたりの患者報告数は全国で23.93人で 5週連続で増加しています。報告患者の総数は11万7,652人です。都道府県別では患者報告数が最も多かったのは福岡県の56.48人で、ついで佐賀県が38.15人でした。6,064の施設で休校や学年閉鎖になっています。一方、新型コロナの患者報告数は 全国で13.75人で前の週の16.15人から減少に転じましたただ厚労省はインフルエンザコロナともに高い状態が続いている今後の推移を注視したいとして感染対策を呼びかけています